5年目なんですけど、うんうん、それだけでもそのすごい、サッカーの競技のレベルも環境も急激に上がってるんですね、はい、なのでまたこれから5年後とか、はい、あのどんだけ成長するのかなってすごい楽しみです。あ、はい、こんにちは、2018年1月17日本日のゲストはどうぞ。アンコールタイガーの深澤雅弘です。はい、深澤選手です。今これ撮影場所は、カンボジアの首都プノンペンですね。プノンペンで撮影しております。深澤選手、はい、カンボジア、何シーズン目になりますか？5シーズン目となります。お、何気に長い長い方の選手ですよね。長くなっちゃったんですね、カンボジアで、はい、ちなみにあのカンボジアの前、いくつかの国を渡り歩いていると聞いておりますが、どういったキャリアで、はい、日本、はい、アルゼンチン、はい、カナダ、はい、タイ、はい、シンガポール、はい、香港、はい、インドネシア、はい、カンボジア、はい、8カ国、ね、はい、日本込みで8カ国、はい、もう一個あったかな、もう一個あった、まあまあいいや、はい、そんぐらいです、はい。こちらね、見ていただいている人が、まあ、東南アジアのサッカーに興味があるというところの人が多分多いので、はい、ちょっと東南アジアのサッカーなんですけども、ごめんなさい、カンボジア来る前はタイもいました。タイもいました、はい、じゃあそれらの国で結構長めにいた国ってどこになります？カンボジアが一番長い。カンボジア次長いのは、次長いのは2年やった、はい、シンガポールとタイになります、はい、シンガポールとタイですね、はい。今までやった国で、はい、まあ、こうつけがたいと思うんですが、ここの国のサッカーすげえ盛り上がってたとか、なんかそういう国一つ挙げるとしたら、そうですね、意外、まあ、カナダ、意外と、あのモントリオールだったんですけど、はいはいはい、意外と盛り上がって、まあ、今、はい、メジャーリーグ入って、はい、お客さん入ってますけど、はい、僕がいた時はそのメジャーリーグに入る前だったんですけど、はいはい、まあ、それでも1万2000から5000ぐらい入って、意外と人気あるんだなと。当然有料観戦だよね。もちろんです、はい。ああ、そうなんですね。逆に東南アジアのサポーターどうですか？あのインドネシアとか結構熱いんだなと聞きますけど。インドネシアのサポーターも熱かったですね、はい、あのわらわらとこう山から降りてきて皆さん山から降りてくる、はい、あのたくさん来てましたね、はい。で面白かったのが、僕いたチームは開幕戦にすごい一番お客さん入ってて、はい、弱いチームだったんで、はい、そう試合やるごとに負けて、はいはい、あの徐々にこう試合やるごとに観客が減っていくと、減っていくみたいな。シーズン終わり頃にはもうガラガラでしょ。あと、今タイのサッカーってすごく強いじゃないですか、はい、で環境も整ってて、プレーされた頃って2007年ぐらい、2007年と2010年です。ああ、結構前ですね。その頃からもう兆しってありました？いや、その頃は全然ですね、お客さんは全然もう、うん、あの、うん、サッカーは好きなんでしょうけど、うん、見るほどでもない、うん、まあ、実力的にはそのボール回しとかうまかったですけど、うん、でもさ、その環境的にはそんなにあの今よりも全然ひどかったですね。ボール回し、まあ、うまかったです。多分技術的な部分だと思うんですけど、はい、例えばじゃあタイの選手の練習へのなんだろう、姿勢とか、なんかそのマインド的な部分ってどうなんですか？マインドは緩いですね。本当緩いですね。8時、例えばまあ3時半からって言っても、まあ、3時45分ぐらいにみんなこうわらわらと出てきて、うんうん、練習始まるのが4時とか。うん、まあ、おおらかというか。まあ、そういうのもありかな。でも勝負へのこだわりとかコミットみたいなのはやっぱりちゃんとあるっていうか。そうですね、やっぱまあ試合になるとみんな勝ちたいみたいで、うんうん、まあ、試合になると一生懸命やりますね、うん。あの深澤選手としてそれだけこういろんな国に動いて、はい、まあ、当然今カンボジアでプレーされてるので、はい、カンボジアに集中してたと思うんですが、もうちょっと俯瞰してこの国結構ここから面白くなるかもよ、個人的に注目してますみたいな国、東南アジアでもし挙げるとするなら、まあ、もし挙げるとするなら、まあ、カンボジアですね。カンボジア、はい、ちなみになんでですかね？この、まあ、僕4年、5年目か、5年目なんですけど、うんうん、それだけでもそのすごい、でサッカーの競技のレベルも環境も急激に上がってるんですね、はい、なので
またこれから5年後とか、はい、あのどんだけ成長するのかなってすごい楽しみです。今年齢いくつでしたっけ？まあ、ベテランの部に入る40になりました。なったいや40でございます。もう40の人たちが心から応援してると思います、はい、もう一度今季所属のチームを、アンコールタイガーです。ホームタウンは、はい、ホームタウンはシェムリアップになります。アンコールワットがあるところですね、はい、ぜひアンコールワットお越しの際には深澤選手並びにチームの応援をもう、はい、見に来ていただきたいと思っております。ということで今回は深澤選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。